はい、来い。エコエピュー、違うな。しっかりやってくれ。あ、すまん。第1回エコエ PUBG 選手権、イエーイ。よっしゃー、やってやんぞー。イエーイイエーイ。ルールを説明しよう。よっしゃ来い。ルールは簡単。エコエで PUBG を続ける。笑ったり、笑ったり、エコエじゃない、声を出したり、変なことを言ったらその時点で、負け。負け、なるほど。なおかつドンカツを目指すという、非常にハイクオリティ、ハイセンスな PUBG である。いいセンスしてるな。エコエやないか。エコエや。こっからどんどんエコエ仕上げていくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、うん、どうぞ。あ、どうぞどうぞどうぞ、 どうぞ。完璧だ。エコエ王がかかってるからな。エコエ PUBG 王がかかってるからな。そうだったのか。知らなかった。これは絶対に譲れない。負けられない戦いがここにあるんです。うん、なおかつふざけたプレイだけはやらないよ、コーラ。もちろんだ、うん、ただ A 声に意識しすぎてプレイをおろそかにするようなやつは、それはもう A 声ではないからな。ああ、分かってる。両立してこそ。そうだ、 A 声と A プレイは2つセットで A 声なんだ。あ、 B セット、 A 声セット、 A 声セット1つください。おもちゃ A 声で。なんだそれは。店員さんに A 声1つ、 A 声1つください。スマイルも一緒に。デルルデルルデルル、いらっしゃいませ。で、そんなくだらない話はいいから、どこに降りるんだ。さあ、どこに降りようか。今のは別に、いい、今のは別に何もないかな。でも、もへん、もしや笑ったか、まあ、いや、今日、安全なところへ降りようと思う。ここら辺にしよう。どれがいい。ああ、変にね、わざわざ敵が多いところに降りる必要はない。それな、だいたい大きい町とかに降りるやつってのは、だいたいええ声じゃないやつらが多い。だいたいいい声じゃない生き量宅どもだ。雑魚どもだな。ええ声の俺たちはこういうところに降りる。そしてドンカツをもらっていく。ごちそうさまです。ごちになります。ちょっとでも貴様、いつものことだが、ピンの刺したとこに降りれてないなんてことはないだろうな。そんなことはない。ええ声着地。こんなものがあるのかよ。すまない、ちょっとずれてしまった。バカ野郎、こないだも言われたばっかりだったんだ。マップの拡大の仕方を分かってんのかとか。だからええ声で言う、ええ声で言うてやったさ。なんて言ったんだ。マップの拡大の仕方はわかるとね。普通の答えだったぜ。ああ、ええ声で言っただけだ。ああ、ショットガン手に入れた。ええ声ショットガン。腹筋が割れそう。ユーボンどうした。いや、どうしたユーボン。ちょっと腹筋が割れそうなだけだ。ふざけるんじゃない。ふざけてなどいないさ。ふざけるんじゃない。なぜならこれは命をかけたバトルロワイヤルだからだ。命がけのエコイ PUBG だ。武器をゲットした。 M16。 M16。
栄光H6。性能が格段に上昇してる。上昇してる。敵の影はないか。大丈夫か。ああ、今のところ異常なしだ。敵がいたらええ声で、敵がいたと言うてくれよ。すぐに助けに行くからな。ああ、すぐに来てくれ。車を発見した。これでいつでも逃走できる。ナイスだ。なかなかやるな。アサルトが落ちている。よく、なんだと？アサルトがない。アサルトがない。早く見つけるんだ。SR チークパッド。どうした？このままじゃ、このままじゃ4倍スコープ。 AR はどうした？ AR がない。何？しかし4倍スコープはある。これは俺がいただこう。分かった。なんでだ。どう思ってても意味がないだろ。いや、あと一軒、この家の中にアサルトがあるはずだ。調べた家だった。貴様はバカか。しまった。アサルトはなかった。車を持っていく。あ、それだけはなくすんじゃねえぞ。上がりやし。あれだな、エリアもなかなか悪くない位置だな。ああ、これはいい声のおかげだ。ああ、エコエリアだ。エコエドンカツを取っていこう。車あるじゃないか。なんだって？車ここにあるやないか。なんやって？ここあるやないかい。あるやないかい。俺が持ってきたのはバスだぞ。バスか。ここにけど、ええ車あるやないか。まさかそんなところにあったとは。ここはもう調べ終わったか。ああ、かなりいいものが揃っていた。移動しよう。あっちの車にしよう。こっちの方が実にええ声にはぴったしだと思うんだ。なかなかナイスな車だ。ええ声、あおい、行こう。どこへ行くんだ？ポイントをチェックする。確認してくれ。確認した。直ちにそちらへ向かう。どうぞ。了解した。どうぞ。完全に逆方向へ走っていた。どうぞ。スコープはあるのか。どうぞ。スコープはない。サイトなら2つ見つけたのだが。どうぞ。武器は何を持っているんだ。どうぞ。 AV16 と運費だ。どうぞ。運費をくれないか。どうぞ。了解した。次の地点にちょ渡す。なんだって。あ、すまない。ちょっといい声すぎて聞き取れてなかったかな。
ええ声が響く。地味渡るぜ。もう52人だ。楽勝じゃないか。早めに死んでしまうやつらなんてどうせ高い声の声変わりもしえない情けないええ声じゃないやつらだ。声変わりしないと恥ずかしいことだ。恥ずかしいやつら声変わりもしえないでこんなこんなゲームを人を撃つようなゲームをしてはいけない。まだ早いな。顔を割れて出直してくるんだ。大体そういうやつは親に頼んで GTA 5を買ってもらうようなやつらだ。羨ましいぜ。なんでもない。なんでもなかった。羨ましいぜ。お母さん、PU、お母さん。お母さん。A 声着地。今の A 声ポイント高いな。いいだろう。ぜひとも真似してみてくれ。A 声ドライブ。A 声ドライブ発動。お母さん、GTA 5買うから、一緒にゲーム屋さんに来て。そんなエコーで言われたら、お母さんも黙っていられないな。4つぐらい買っちゃいそうだな。いいことだ。まもなく目標地点に到着する。どうぞ。了解。こちらでも確認した。了解。到着。爆笑。了解。今のはA 声でリアクションを取ることによってその前の行動をなかったことにする。 A 声キャンセル。 A 声キャンセル。実に決まっていたぞ。 A 声キャンセル。ここにカーがあると4倍を持ってるなら使うがいい。任してくれ。チークパッドをつけれるのかい。それはこれはチークパッドをつけれるタイプだ。でした。よくわからんが置いておこう。いただこう。とりあえずつけれるものをひたすらたくさんつけて、いらないものは置いておく。了解。こちらでも同じ。いいもの持ってるじゃないか。フラッシュハイダーをいただこう。了解した。ベクターがフルカスタムアタッチメントになった。最強じゃないか。エコイベクター。エコイベクター、やっぱり最強だな。エコイベクターだ。では、警察ベストレベル2があるぞ。それはいただこう。ここにも新しい車がある。なんだって。どこだ。こちらだ。ここは道路か。ここは誰かいるんじゃないか。怪しくないか。なんだって。英声作敵するか。了解した。確認なし。異常なし。異常なし。ユーボン。エリアが確定した。移動しよう。了解した。この屋根付きのこいつに乗って移動しよう。了解した。次の目的地を座標を送る。確認してくれ。直ちに確認する。こちら確認した。直ちに発信する。どうぞ。至急向かってくれ。どうぞ。
英語キャンセル決まったぞ。英語キャンセル。今のは完全になかったことになったな。お見事だ。なかなか素晴らしい。上級者だな。英語上級者だな、それはな。英語ランカーじゃないとできないし。わざ。あらわざ、英語。英語キャンセルだ。しかし何度も繰り返すと英語キャンセルの効力も弱まってくるから気をつけるんだ。いいな。これ以上うかつに使いをしないよな。次あたりはもう怪しいぞ。なかなか進みづらい道だ。気をつけて運転してくれ。どうぞ。了解した。どうぞ。エリアの中に侵入者。どうぞ。どうぞ。ここはなかなか敵がいる可能性がある。気をつけて。少し避けて。残り31人。いい感じだ。今のは見逃せないな。申し訳ない。もうちょっとな。敵が石台。止まって反撃に出るから、そのつもりでいるように。了解した。臨戦態勢に入っておく。英語ローリングだな、今のは。決まったな。英語ローリングだ。こちらはカート4倍スコープがあるから、もう遠くの敵でも一コロで狙えてしまうぞ。ヘッドショット確実に決めてくれ。任してくれ。ヘルメット一撃で剥がしちゃうぜ。頼んだぜ、相棒。英語作敵だ、今は。なるほど。敵の鍵はなし。敵はいたか。了解。いない。ではこのまま直進する。直進してくれ。よし、ここから車を止めて歩いて進んでいこう。了解した。英語停車。英語警戒モードで行こう。了解した。了解。こちらも距離を保って進入する。了解した。後ろは任してくれ。頼んだ、財宝。待ってて、有望。あさられていないようだな。どうやらまだここには敵は来ていないようだ。なかなかいい場所を取ったようだ。しっかりあさっていこう。そして、丸いところから、カーで、一人ずつ始末していこうじゃないか。ちなみに倍率スコープは持っているのか？いや、俺は持っていない。もう一つぐらい欲しいものだな。そうか。王宮だ。俺はお前を信用している。よしくれ。外しはしないさ。絶対に当ててみせる。だがここに目ぼしいものはないようだ。 S12K は必要ないか？おそらくいらないだろう。捨てておこう。
ここ屋上に登れるらしいじゃないか。なんだと。じゃあ屋上に登って警戒しておこう。フライパンだ。もう一個上には登れないのか。いや、こちらから行ける。どうぞどうぞ。カバンレベル2だ、ね、こM16 か。しかしベクターのフルアタッチメントは M16 に引けを取らない。ベクターの連射力は、それはもうすごい、すごすぎる。それだけは言える。ああ、それ以外に言葉が見つからないぜ。見つからないぜ。だがその屋上ちょっと危ないかもしれない。ああ、今 A コイスコープで確認中だ。敵へなし。了解。マップを確認する。了解した。いいエリアだ。いい声エリア。いい声エリアだ。いざとなったらええ声で敵を倒す。いいな。了解した。ええ声サブマシン。ああ、こちらサプレッサーがついてるから。ああ、ええ声サプレッサー。意味あるのか、ああそれは。すごい、いいプシュプシュ音が流れるんだぜ。ええ声が死んじゃいやしないか、それは。いや、そんなことはない。いい声ってのは、聞こえなくても。どうぞ。まだ一人も敵に会っていないな。ああ、だがもう残り人数を見たらわかる。そろそろだよな。ああ、何かあってもおかしくない。おかしくない。A 声の奴らがこの小さき円に集まってくる。ああ。だが何も不安に思うことはね。ああ。俺たちが一番いい声のやつにはありないからな。そうだ。俺たちが一番だ。お前ちょっと声が怪しいが大丈夫か。いや、いい声だ。そうか。俺の勘違いだったか。ああ、飛行機の音に惑わされたんじゃないか。くそ、許せねえ。あの飛行機。上を見てくれ。なんだ。上を見てくれ。どこだ。お。だが今恐れと銃声がした。あれを狙ってくるやつを撃ち殺そう。そうだな。むやみに行くのは危ない。俺たちはわざわざ取りに行く必要ない。あんな A声コンテナは必要ない。俺屋上にいるのは少しまずい気が。降りるか。2階に降りよう。了解した。ええ声2回におりよ。なんか少し2階から狙えるか。おかしいな。しまった。さ、高いところから降りてしまった。いや、だがそれでいいかもしれない。どうする、取りに行くか。あんなに近いのはめったにないぞ。ちょっと覗きに行っていいか。援護してくれ。了解した。近すぎる、これは取るしかないだろう。だが敵が近くにいる予感がする。が嫌な予感。グローザー、早くした方がいい。二方向からの銃声が先ほどした。取った
取ったぞ。すぐに戻るぞ。すぐに俺たちの家に戻ろう。あ、グローザーが入っていた。俺たちが今進んでる方向に敵がいる恐れか。大丈夫、グローザーを取った。屋上にいるのはやめた方がいいかもしれない。建物の中になるべく建物のドアを閉めよう。閉めよう。音が鳴ったらすぐ分かるようにしよう。こっち側に行くんじゃない。こっち側だ。こっち側だ。反対側か。2階に行くぞ。2階か。どうぞ行ってくれ。いいぞ。終わらしてみて。了解した。ちょっと待って。よしよしよし。ベクターのパーツはグローザーにはつかないか。ってことだ。すまないが、ドリンク類は持っていないか。ああ、一つだけ渡せる。一つくれないか。ありがとう。レクターのパーツはもう必要ないから捨てる。パンパン言ってんだ。方向確認しよう。左の方から聞こえるな。あっちの町か。正面の町もしくは左の右からも聞こえる。右からも聞こえるな。あ、窓越しにGPSしても活かすような感じもある。よいしょ。足音しないか。ああ、注意しろ。階段を見ろ。あ、見ておく。了解じゃ。だが突破される可能性は十分や。めちゃくちゃ近いな。一人やった。よけた。もう一人いるぞ。音がする。あまり車線をかぶれしたくない。俺、一階に降りる。いるぞ、1階にいるぞ、敵が。どっからだ。押せるか。やってみる。いや、やめておけ。足音がする。どこだ。ここにいるな。上を見ておいてくれ。了解。どこから撃たれた。下を見ていてくれ。応急は持っているか。ああ、回復済みだ。こっちから音がするんだ。こっから、この周辺に一人いるぞ。気をつけろ。さっきのやつの仲間がすぐ近くにいる。そういや、この中身漁ってなかったな。治療キット、応急など入っている治療キットもらう。了解。4倍スコープも入っている。拾ってくれ。よいしょ。エナジードリンクもらう。少し落とす。半分こだ。ナイスだ。いい相棒を持ったぜ。こだ。気をつけてくれ。必ず近くに一人はいると思う。了解した。おそらく先ほどのやつの味方が復讐を狙っている。一体どこにいるんだ。上か。ベランダあたりにいるんじゃないか。だがエリアが外れてしまった。ああ、ちょっと前進する必要がある。めちゃくちゃ近いぞ。そっから狙えないか。少し顔を出してみる。ああ、やりいそうだ。痛いぞ。どうだ。前にいるな。見失った。
行こうか。あ、いたぞ、2人いる。どこだ？2人いるぞ。こちら側に少し向かってきて、ちょうど前の今そこに見るベラン、オレンジの屋根の家の裏側だ。一番手前側の家だ。わからない。なぜわからない？行くぞ。範囲がダメだ。わかった、1階から行こう。1階から行こう。裏から出ようか。あ、だから裏も気をつけるべきだ。了解した。グローザーがある。残り6人だ。気をつけて進もう。ブーストかけ、もう振る。ドリンク飲める分は飲んどいて構わないかもしれない。よいしょ。ここならもう範囲の中だ。範囲が迫ってきているぞ、リポン。了解した。伏せておこう。あと6人だ。先ほどの町の方に2人いることは分かっている。どこ？下の方を覗いてみようか。開いた。あー、後ろか。上だ。確認できない。引け。どこだ？上に。この上か。下にもいるぞ。下にもいるからな。下のトイレあたりにも一人いる。了解した。確認した。まずは上を詰めちゃおう。上つ…うわ、手榴弾だと。リポン、どこだ？狙われている。どうしたらいい？トイレのやつだ。右側を中傷。どうしたらいい？トイレだ。リポン立ってくれ。ああ、グレネードがあるから。回復はできるか？すぐに回復できるか？あ、そちらでグレネード投げてくれ。前が見えない。トイレのやつってなんだ？え？トイレなあれ。俺もトイレって言ったけどさ。分かんない。あれトイレ。あ、やっぱ上に上がってきてたね、普通に。グレネードが痛すぎて。で、普通に右上にね、丘上にもおるんよな、一人。そう。2で2、4で、普通に3チームおったわけか。くそ、いつまで続いてるかわからないから、この声はいつまでやればいいかわからない。